はい、皆さんこんばんは、佐藤慎之介でございます。今日の動画ですね、僕が今回、オープニングを作りました。はい、このチャンネルは、エンディングはあったんですよね。テンテルテテンテテテテンテルテテンテテテっていう音楽とともに地球儀がじっくり回ってるっていうものだったんですけども、今回新たにオープニングを、はい、作りました。作ったといっても瀬戸康史さんのオープニングを丸パクリしたものなんですよね。はい、でもね、結構クオリティ高く作れましたので、ちょっとそちらを皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、劇中動画もありますので、そちらもぜひご覧ください。どうぞ。佐藤慎之介の動画。はい、どうもこんにちは、佐藤慎之介でございます。ということで、今年の目標ですね、皆さんに発表したいと思います。驚きますよ。去年はですね、 YouTube を始めたわけなんですけど、2019年の、1月の31日僕の YouTube チャンネル、こちらのチャンネルですね、オープンしたんですけれども、今年の目標ということで、発表したいと思います。今年の目標は、YouTube チャンネルを、毎日更新するです。はい、こちらが僕の、2020年の、目標でございます、ね。実は、2020年始まって、2月の21日に今日撮ってるんですけども、2月の後半というのに関わらずですよ、まだ2本しか上がってないという、現状でございます。はい、ということでね、もう毎日上げちゃおうというような、制限というか、なんだろう、条約を結んで、はい、やっていこうかなと思っております。はい、でね、もしも破った日にはもう何かしなければいけないだろうということですので、皆さんからね、何か案がありましたら、下のコメント欄に、こういった罰ゲームがいいじゃないかみたいなのを、募集しております。はいね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、もう一つ裏テーマ、裏のテーマでもう一つ、ちょっと考えているのがありまして、実は去年上げた動画で1800回、再生されてる一番伸びてる動画がありまして、寝ながら使えるタブレットアームを買いましたっていう、こちらのサムネの動画ですね、に、コメントがありまして、キサラギさんという方からコメントいただきました。ありがとうございます。おっと、何か落ちました。はい、こちらのコメントですね、読んでみましょう。麹と違って殻が破れていませんね、というような、コメントをいただきました。ありがとうございます、キサラギさん。ということで、裏テーマとしては自分の殻を破るというのをやっていきたいと思っております。はい、そんなところで、はい、まあ、殻を破るって言ってもね、なかなか難しいと思うんですけども、まあ、瀬戸さんとやっぱり僕とはいろいろね違いますから、経てきた経験というか、瀬戸さんはもともとね、舞台の演劇の役者の出の方なので、そういったのがうまい方なのでね、ちょっとね、僕としてもいろいろな経験を経てやっていきたいなと思っております。はい、まあね、具体的にはまだ言えないですけども、まあいろいろ挑戦していきたい1年でございます。はい、という感じで、今年の目標でございました。また見てね。じゃあの、どうも佐藤です。いかがでしたでしょうか、オープニングね。はい、短い3秒の動画なんですけども、結構ね、文字がバーって動いたりするのを、調整するのが大変でしたね。あれ、一コマ一コマね、文字をずらして配置してみたいなことをプレミアでやってたりするんですよね。はい、いやー、でも瀬戸康史さんが作ったのはもっと違うやり方だと思うんですけども、僕はね、一コマ一コマ作ったり、しております。はい、で、いかがだったでしょうかっていうことで、まあね、一応オープニングとして作ったんですけども、作った後にあれ、これ使えねえんじゃねえと思って、世の中には著作権っていう法律がありましてね、著作物、今回のオープニングだったりとか、まあいろんな、作られたものには著作権っていうのがありまして、
著作権は著作物ん著作著作著作者著作者著作者によるという、著作者のものになるという、つまり丸パクリですので、著作者の瀬戸康史さんが、まあ、OK を出さないと、使えないという、そういう法律になっております。まあね、YouTube は結構法外なこともなされてる場だとは思うんですけど、僕としては使えないなと、厳しいなという決断に至りました。まあね、これはね、しゃあない、しゃあないっていうか、勝手に作ってるだけですからね、勝手に、まあファンアートみたいな位置づけで考えですかね。はい、まあそういった感じで、はい、今後は、このオープニングは使うことはありません。また見たい方はまた巻き戻してね、見ていただいてという感じになります。最後にまた一回流して終わりますからね。はい、じゃあのは著作権ないよね。じゃあの佐藤慎之助の動画。